りすぎた。ちょっとあれかな、やりすぎちゃった感がちょっとあれですね。うお、久しぶりだな、こんな低評価ついたの。これは謝った方がいい感じじゃないですか、これ。いや、どんな煽っても低評価がね、高評価超えるってあんまなかった。倍か、倍以上ですな。感覚的にはですね、こうアウトと見えるギリギリセーフを狙ってたんですけど、なんか結構な距離でアウトだった気がしますね。なんかセーフティーゾーンが結構向こうの方にも見えてますもんね。なんか Google は許しても世間が許さなかったみたいな感じがしなくもないですけど、すいませんでした。まあ喋り始めるとね、言い訳になっちゃうんですけど、常日頃あの YouTube で数多く上がってる動画の中で埋もれないためにもね、キャッチコピーだとかね、引きの強いサムネイルみたいなものを考えてるわけです。とにかくクリックしてもらうっていうこと、まずはクリックに対しての再生維持率だったりもするし、それに対してのコンテンツの有料だったりもするし、最初のねワンクリックされない限りはやっぱね、作る意味もなければね、存在価値もなくなってしまうっていうですね、厳しい YouTube の中でいろんな戦略をですね立ててきた中で、正直言うと、まあ、2年 YouTube をやってきたの、再生させるのは簡単なんだなと、そんなに難しくはないっていうのは思いましたね、最近ね。今回ですね、ちょっと炎上というか低評価があまりにも多いのは、まあ多くなるだろうなっていうのはまあ読めてたんですけども、一番驚いたのはですね、多くなる時間がやたら早かったっていう。こんな早く伸びるもんだっけ。で、どんなサムネイルでどんなタイトルのものに対して人が興味を抱いてこうクリックするかっていうと、まあ、人の失敗談だったり人の不幸だったりするものに対してクリックって結構ね、高いんですよ。もちろんね、ヒカキンさんとかね、そういうパワーブロガー的な、もうすでに自分のブランドを持ってる人っていうのは何にしなくてもね、やっぱクリックはされるんですけど、まあ、僕みたいなね、弱小 YouTube クリエイターっていう人たちって、まあある程度引きの強いコンテンツを作らない限りはなかなか再生回数が稼げないっていう、悲しき現実はやっぱありまして、それに対してね、ずっと僕なりに一時期ちょっと危なっかしいことをね、常にやりつつね、こう伸ばしてきた経緯はあるんですよね。ただちょっとね、年明け1万人超えて、これから先にじゃあこういうやり方でずっとやっていくのかっていうと、ちょっとね、考え方を変えていかないと、さらに上には進めないのかもしれないっすね。まあ、とはいえ短期的な成果も出してしまうっていう、ちょっとこう歯がゆい気持ちもありんすが、まあ、今回の経験を今後の糧にしていきたいと思います。不謹慎か不謹慎じゃないか、こんなん不謹慎に決まってるじゃないかということで、その部分に関しては本当にですね、申し訳ございませんでした。以後気をつけたいと思います。まあ、急に心を改められるほどできた人間ではないので、そこのあたりはね、また危なっかしいことやってる時もあるのかもしれないですけど、またその時はですね、それでもちょっともう見守っててやろうというふうに言ってくださる方がいましたら、まあぜひとも今後ともよろしくお願いします。水曜夜10時ですね、今日なんですよ、今日ね、YouTube ライブはもう最近やめてるんですけれどもね、ライブの方もですね、ツイキャスに、一元集約型でやっておりますのでね、ツイキャスの URL に関しては下のリンクの方に貼ってございますんでね、もう何時間かしたら始まりますんでですね、ぜひともよろしくお願いいたします。ライブの方もぜひ遊びに来てくださいということで、また明日的な